おい、おい、なんだこの生き物は。こいつはあれだぜ、この土地の主、この土地を滑る者。いや、記者だよ、知らねえのかよ。この土地の守り神かもしれないだろう。いや、記者だって言ってるじゃんか。列車、わかる？乗り物なの、人を運ぶ。え、列車？じゃあ、カラスが言ってたのがこれか。無限列車か。ここで煉獄さんにいろいろ聞けたらいいんだけど。炭治郎、これからどうする？煉獄さんと合流しよう。どこで？この辺は匂いがしないから、もう列車に乗り込んでるんだと思う。お、お前ら！まさか、お主の腹の中に入ろってのか？だから列車だって言ってんだろ。いいぜ、俺も入ってやるよ。まさか主も、俺たちが腹に攻め込んでくるとは思ってねえはずだ。戦いの始まりだぜ。もういい。よし、行こう。そうか、これが列車だったのか。人力なのか。だったらどこで。おい、え、捕まるわ。やっ。お、よし。
すげえすげえ、はえぇ、柱だっけ、その煉獄さん。顔とかちゃんとわかるのか。うん、派手な髪の人だったし、匂いも覚えているから。だいぶ近づいてき、うまい、うん、うまい、うまい、うまい。あの人が縁柱。うん、うまい、うまい。あの、すみません、煉獄さん。うまい。あ、もうそれはすごくわかりました。うむ、そういうことか。だが知らん、日の神神楽という言葉も初耳だ。君の父がやっていた神楽を戦いに応用できたのは実にめでたいが、この話はこれでおしまいだな。え、ちょっともう少し。俺の継ぐ子になるといい。面倒を見てやろう。待ってください。そしてどこを見てるんですか。炎の呼吸は歴史が古い。炎と水の剣士はどの時代でも必ず柱に入っていた。炎、水、風、岩、雷が基本の呼吸だ。他の呼吸はそれらから枝分かれしてできたもの。霞は風から派生している。溝口少年、君の刀は何色だ。俺はかまどですよ。色は黒です。黒刀か。それはきついな。きついんですかね。黒刀の剣士が柱になったのを見たことがない。さらにどの系統を極めればいいのかもわからないと聞く。俺のところで鍛えてあげよう。もう安心だ。面倒見のいい人だな。結局日の神神楽のことはわからなかった。それに俺の黒刀はやっぱり珍しいのか。鋼塚さんや鱗滝さんもあまり見ないって言ってたもんな。落ち込むことはないぞ。今はまだ柱になったものを見たことがないだけだ。日の神神楽についても同じだ。今はわからないだけだ。それにここで悩んでいては任務に支障が出るぞ。いつ鬼が出てくるかわからん以上、よそごとを考えている暇はない。嘘でしょ。鬼出るんですか、この記者。出る。出んのかい。いやー、鬼のところに移動してるんじゃなくここに出るの。いやー、俺降りる。短期間のうちにこの記者で40人以上の人が行方不明となっている。数名の剣士を送り込んだが全員消息を絶った。だから柱である俺が来た。はあ、なるほどね。降ります。嫌だ。降りる、降りるんだ。こんなとこにいたくない。切符拝見いたします。何ですか。車掌さんが切符を確認して切り込みを入れてくれるんだ。嫌な匂いがする。拝見しました。ん、車掌さん、危険だから下がってくれ。下級のことゆえ対等は不問にしていただきたい。その局を隠していたのは血気術か。気配も探りづらかった。しかし罪なき人に牙を向こうものならば、この煉獄の赤き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。炎の呼吸、生き残った知らない。すげえや兄貴、見事な剣術だぜ。おいらを弟子にしてくだせ。いいとも、
立派な剣士にしてやろう。おいらも、おいどんも、みんなまとめて面倒を見てやる。煉獄の兄貴、兄貴。夢を見ながら死ねるなんて幸せだよね。どんなに強い鬼狩りだって関係ない。人間の原動力は心だ、精神だ。精神の核を破壊すればいいんだよ。そうすれば生きる屍だ。殺すのも簡単。人間の心なんてみんな同じ。ガラス細工みたいに脆くて弱いんだから。俺の手駒たち、行っておいで。そして鬼狩りたちの心を壊してくるんだ。何をしに来た。そうだ、父上へ報告だ。柱になったこと。柱になったからなんだ。くだらん、どうでもいい。どうせ大したものにはなれないんだ。お前も俺も。兄上、父上は喜んでくれましたか。俺も柱になったら父上に認めてもらえるでしょうか。昔からああではなかった。鬼殺隊で柱にまでなった父だ。情熱のある人だったのに、ある日突然剣士を辞めた。突然。あんなにも熱心に俺たちを育ててくれていた人が、なぜ。考えても仕方がないことは考えるな。千次郎はもっとかわいそうだろう。物心つく前に病死した母の記憶はほとんどなく、父はあの状態だ。正直に言う、父上は喜んでくれなかった。どうでもいいとのことだ。しかしこんなことで俺の情熱はなくならない。心の炎が消えることはない。俺は決してくじけない。そして千次郎、お前は俺とは違う。お前には兄がいる。兄は弟を信じている。どんな道を歩んでもお前は立派な人間になる。燃えるような情熱を胸に頑張ろう。頑張って生きていこう。寂しくとも。あった。壁だわ。風景は続いているけど、これ以上進めない。誰しも夢の外側には無意識の領域がある。精神の核が存在していて、これを破壊されると持ち主は廃人になる。早くこいつの精神の核を破壊して、私も幸せな夢を見せてもらうんだ。赤いのは初めて見た。
精神の核は脆いから簡単に壊せる。ガラス細工のように。まあ疲れているのかもしれないわね、炭治郎。無理しないで今日は休みなさい。そんな大げさだよ、平気だから。本当に？うん、何か悪い夢でも見てたみたいだ。ねずこは？姉ちゃん山菜採りに行ってるよ。え、昼間なのに？え、ダメなの？あ、いや、あれ？変なお兄ちゃん。炭治郎、お風呂の準備をしてくれる？私は食事の準備をするから。うん、わかった、すぐやる。俺もやる。あ、じゃあ私も。シゲルがお兄ちゃんを困らせないように見張っとかなきゃ。さて、あれ、消えた。何だったんだろう、見間違いか。いや、なんでもない。さあ、川に水を汲みに行こう。はい。お兄ちゃん。お兄ちゃん。
してるの？楽しいね。よし。お兄ちゃん。よし。早く来ないと日が暮れちゃうよ。水を汲んでくれ。はい。あ、起きろ起きろ。俺は汽車の中だ。お兄ちゃん大丈夫？ごめん、行かないと。早く戻らないといけない。ごめんな。鬼が近くにいるなら早く見つけて切らなければ。早く。お兄ちゃんどこ行くの？今日は山菜いっぱい取れたよ。ああ、兄ちゃん、こんなとこで何やってんだよ。水汲みに行ったんじゃなかったのか？炭治郎どうしたの？その格好は。ああ、ここにいたいな。ずっと振り返って戻りたいな。本当ならずっとこうして暮らせていたはずなんだ。本当ならみんな今も元気で、禰豆子も光の中で、青空の下で。本当なら、本当なら。もう俺は失った。お兄ちゃん、置いていかない。お兄ちゃん、お兄ちゃん。兄ちゃんはお前のことを思っているから、みんなのことを思っているから。兄ちゃん、たくさんありがとうと思うよ。たくさんごめんと思うよ。炭治郎、忘れ
ることなんてない。どんな時も心はそばにいる。だからどうか許してくれ。早く精神の核を破壊しなければ。現実にも影響する場合、取り返しが迷うな。やれ、やるんだ。夢の中の死が現実の目覚めにつながる。つまり切るのは自分の首だ。眠らされたんだな。鬼の細工がしてあるんだ。これだけ微量の匂いで。あ、煉獄さん、善逸、伊之助。手首を縄で繋がれている。誰なんだこの人たちは。なんだろうこの縄。日輪刀で断ち切ると良くない気がする。禰豆子、頼む、縄を燃やしてくれ。うん、ん、夢が途切れた。まさか失敗したのか。まあ所詮彼らは捨て駒。時間さえ稼げていれば別に構わないけど。
俺とつながっていた人だろうか。結核、病気なんだ。かわいそうに。許せない鬼だ。人の心につけ込んだ。僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。でも君の夢の中、心の中は温かかった。ごめん、俺は戦いに行かなきゃならないから。幸せな夢の中にいたいよね。わかるよ。大丈夫ですか？ありがとう。気をつけて。すごい匂いだ。重たい。この風の中、鬼の匂いがここまで。鬼は風上、戦闘車両か。禰豆子、お前はここで待ってろ。みんなを起こせ。おはよう。まだ寝ててよかったのに。こいつが。せっかくいい夢を見せてやっていたでしょ。お前の家族みんな惨殺する夢を見せることもできたんだよ。今度は父親が生き返った夢を見せてやろうか。人の心の中に土足で踏み入るな。俺はお前を許さない。耳に飾りをつけてるな。運がいいな。早速来たんだ、俺のところに。夢みたいだ。これでもっとムザン様の血をいただける。ゴラッキャ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 ッ。術にかかっている。ベジータ！弱いね。それ行くぞ。お別れの時間だよ。待ってよ。それそれ。さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。行くぞ。まったさよなら、さよなら。弱いね。さよなら。行くぞ。それそれ。もう一度行くぞ。眠れ。自分だけ生き残って。何
何のためにお前が言うんだ。かかった瞬間にかかったことを認識し、覚醒のための自決をしているのだ。まともじゃない。さよなら。弱いね。柱に加えて耳飾りの君を殺せって言った気持ち、すごくよくわかったよ。存在自体が何かこう、とにかく尺に触ってくる感じ。知らない。素敵だね、その顔。そういう顔を見たかったんだよ。首を切ったのにどうして死なないのか教えてほしいよね。いいよ、俺は今気分が高揚してるから。赤ん坊でもわかるような単純なことさ。それがもう本体ではなくなっていたからだよ。今喋っているこれもそうさ。頭の形をしているだけで頭じゃない。君がすやすやと眠っている間に俺はこの汽車と融合した。この列車のすべてが俺の血であり肉であり骨となった。その顔、いいねいいね、分かってきたかな。つまりこの汽車の乗客200人余りが俺の体をさらに強化するための餌、そして人質。ねえ、守りきれる？君は一人でこの汽車の端から端までうじゃうじゃとしている人間たちすべてを俺にお預けさせられるかな。煉獄さん、ゼイス、イノスケ、寝てる場合じゃない、起きてくれ、頼む、ネスコ、寝ている人たちを守るんだ。爆裂覚醒、衝突ウォッシュ、猪之助様のお通りじゃ。猪之助、もうこの汽車は安全なところがない。眠ってる人たちを守るんだ。この汽車全体が鬼になってる。聞こえるか、この汽車全体が鬼なんだ。やはり俺の読み通りだったわけだ。俺が親分として申し分なかったというわけだ。どいつもこいつも俺が助けてやるぜ。すべからくひれ伏し、あがめたたえよ、この俺を。一の方、六連一戦、六連。禰豆子ちゃんは俺が守る。
守る。切っても切っても全然減らない。どうすれば。あっ、なんだ、鬼の攻撃か。かまど少年、煉獄さん、ここに来るまでにかなり細かく斬撃を入れてきたので鬼側も再生に時間がかかると思うが、余裕はない。手短に話す。この汽車は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年とかまど妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ。首？でも今この鬼はどのような形になろうとも鬼である限り首はある。俺も急所を探りながら戦う。君も気合を入れろ。すごい、見えない。煉獄さんが移動した揺れだったのか。状況の把握と判断が早い。五両を一人で感心してる場合じゃないぞ。バッ、やるべきことをやれ。鬼の匂いがどんどん。猪之助、猪之助どこだ。うるせえ、ぶち殺すぞ。そこにいたのか猪之助。これから俺たちは前方の。分かってる。そして俺は見つけてるからな。すでにな、全力の七の方でこの主の急所。そうか、やっぱり前方だな。そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。分かった、よし行こう。衝突のアシャー。